はい、今日は肩こりの体操をご紹介します。この辺の下の腰の体操はすでに終わってますので、今度は腰から肩、胴体の体操を今日は行います。下半身は今日は全く動かさずに、膝を緩めた状態を維持して、下半身を全く動かさずに胴体を前に縮める。背筋を伸ばして胸を張って、後ろ反り、前反り、後ろ反り、前反り、横に動かします。ゆっくりやってください。ゆっくり右にずらしたり、左にずらしたり、右にずらしたり、左にずらしたり、右、左、右、はい、左。これをやっていくと背骨の凝りが取れてきて、肩こりと首が楽になっていきます。ぜひお試しください。